今日はこれから練習。気温も暖かくなってきて本当に最高。こんなクールな顔してるけど内心はウキウキ。怪我には気をつけるぜ。ひっ。そして僕はいつもこう思う。駅内を歩き上を見ているとこの数字が目に入る。副都心線まで 320m。 どうしてもこの距離を陸上で走る時のタイムに換算してしまう。例えば 320m だったら俺が全速力で走ったら40秒切れるかなとか。千代田線まで 100m。 この距離は簡単。なんせ僕は 100m を専門にやっている。全速力出したら10秒7でいけるかな。